5、4、3、2、1。ローヤーインテリアスタイリスト対決第7弾でございます。というわけで、いつも通り実況司会は私クルが務めます。よろしくお願いします。はい、今回戦っていただくスタイリストですね、もうロヤベースの顔といってもいいんじゃないでしょうか。お部屋作りティーチャーでございます。ティーチャー木下さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして対するは、まあ、いつぶりですかねっていう感じでございますが、ですね、はい、ミッツさんです。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、今回はお二人に共通のテーマ広さを用意しました。この対決ではそのテーマに沿って制限時間15分でお部屋をスタイリングしてもらい、審査員の判定で勝敗を決めさせていただきます。今回のテーマは新生活お部屋提案対決。今回の共通のお題である新生活の定番アイテムを使ったお部屋を提案していただき、よりおしゃれなスタイリングをした方が勝利となります。お部屋の広さは縦長7畳 1K です。そして今回はくじ引きで引いた条件を用途としてお部屋に入れ込んでいただきます。今回も時間いっぱいセンスを総動員してほぼアドリブでお部屋作りを行っていただきます。はい、というわけで今回のお題は新生活お部屋提案対決ということで、お題家具を発表しようと思います、はい、それでは持ってくるので、はい、お二人は後ろを向いて、はい、ちゃんと目をつむって、うん、目つぶるのね、はい、合図するまで見えないように。それでは発表します。こちらです、どうぞ。なんだこれ。今回のアイテムは、なるほど、ね、超オーソドックスなカラーボックスです。確かに一人暮らしだねこれ、はい、まあ、新生活なので、なるほど、ね、まあカラーボックス使うでしょという、うんうんうん、はい、まあ、やべ、想像と全然違った。でこの商品は一つの商品で2個セットになってるので、必ず2個使っていただけます。どちらがどっちの色を使うかは今からじゃんけんで決めてもらいます。あ、そういうこと。はい、うん、じゃあ行きますか、うん、最初はグーじゃんけんぽい。おー、あいこでしょ、あいこでしょ、どうぞ。きた、白。あ、白なんですね、うん、というわけで、じゃあミッツさんがホワイト、はい、木下さんがオーグレ、はい、最後に今回は、まあ、前もありましたがくじを引いてもらうんですけど、うん、今回のくじは、うん、お部屋作りの条件を入れています、うん、というのも、あの新生活にありがちなこだわりみたいな設定を、はいはい、うん、あの中に入れてます、うん、縛りを設けるんです、ね、はい、それをお二人にそれぞれ引いてもらって、お二人は今からその自分が引いた条件でお部屋を作っていただきます。あ、何個かありますよ、ちゃんと選ばなくていい。1枚ですかね、はい、そこで、はい、お二人には別々の条件が出ます。あ、ちょっと嫌なのは出てこないで。うわー、おー、はい、それでは木下さんはテレビを使わない、うん、うわー、そっちが良かった。そしてミッツさんは42型以上のテレビを使うテレビ縛りというわけで、若干お二人は混乱してますが、早速試合に参りましょう。よろしくお願いします。お願いします。それではお二人とも準備はよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫かな。それでは参りましょう。対決、スタートー。というわけで、スタイリスト対決第7弾、スタートしました。始まりましたね。ロヤベースも10万人直前、この動画に僕はかけようと思います。解説、チカッちゃんとパジーさんに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回は、はい、ザ・カラーボックス対決でございます。うん、なかなかね、新生活マットレスいきます、はい、まあなんか新生活ならではって感じじゃないですか。そうですね、はい、そういった形で新生活の憧れとかも助長したり、あのこういう風に真似したいなとか、あの参考にしていただけるようなおしゃれさも欲しいけど、はい、真似しやすいとかが結構今回肝になってきそうなので、はい、あのねやっぱね、やってるから、はい、無茶ぶるなって思うからまあでも今回はタジーさん監修のもとルールを作って、まあ確かにそうなんだけどちゃんとすり合わせを行いました。そうだね、今回編数がね、はい、そうなんです、ロヤの社員ほぼ全員というか、まあ
全員入れてくれるかわかんないんですけど、そうですね、その時間内にタイミングが、はい、そうだね、時間を設定して そうだね、その中で投票できる方にリアルタイムでオンラインで投票してもらって今回投票を行うと、うん、まあ、そうなのでいつもよりかはなんか、なんていうんですかね、主観的な意見とかは少し減るんじゃないかなと思ってます。はい、そういった形でどちらが勝つかわからない倉庫行ってるうちに早速もう、はい、お二人ともお部屋の形はできてきました。木下さんはカラーボックスの多くの色を中心にやはりこの薄い木目の色を抑えてきてますが、合わせてきてますが、ミツさんはグレーですね、ホワイトとグレーを中心にお部屋を作ってきてます、ね、さっきのくじ、はい、引いたやつをしっかり使ってもらって、そうですね、入れ忘れちゃうとかなりの減点、うん、木下さんはテレビを使わない、ミッツさんは42型以上のテレビを使う、うん、そういった形でお部屋を作ってますが、って言ってる間に今10分になっております。残り10分ですね、はい、残り10分ね、はい、まあ、結構色のトーンでいくとこれは対照的なんですね、ミッツさんはカーテンはちょっと暗めの色でやってます ね、 そうだね、結構これ出来上がりも結構ね、好み分かれるね、この今未完成状態ですけど、はい、まあ、新生活ですから、うん、尖りすぎてもどうなんだみたいなところは真似しやすい範囲のおしゃれを追求してもらえる、ね、はい、あくまでも新生活のお部屋提案とかですから、なんか参考になる要素がね、多分今回ね、いろいろ出そうな気がしてます。結構カラーボックスって同様のコーディネートではなかなか出てこないじゃないですか出ない。木下さんはヘッドボードのような形で使ってるんですかね。そうですね、うん、あれ横置きも縦置きもできるので、うん、7畳っていうのが難しいところですよね、うん、本当に2人ともちょっと集中しすぎてるんじゃないかなって。そうですね、いつもリアクションが大きいミツさんも完全に一言も発してないですよね、まあ、負けられない戦いって思ってる、はい、いやもっとこうワーキャー言うかなと思ったんですけど そんな余裕はないよミツの方も結構ベーシックな感じにはなってるんで、うん、そうですね、共感力高いんじゃないかな、うん、と。置き方によっておしゃれに見えるかどうかがあるじゃないですか、うん、全部本にしちゃうとごちゃごちゃ感出ちゃうしみたいな、そういう置き方とかも結構木下さん、僕たちから見たときに正面から見るとやはりその真ん中を開けて、そうですよね、窓に向けて開けている、結構広々使ってるもんね。そうですよね、お部屋作りの動画ではおっしゃっていますけども、うん、あの基本壁につけておくと広がって、うん、あのお部屋が広く見えますよみたいな、あのサンドライトも奥に置いて、ティーチャーだから、ティーチャーですね、っていうところでもう残り5分となっています。マジか今木下さんからもうマジかと、マジかは5分のマジか、チャンタイムないけど、はい、そうですよね、結構ギリギリですよね。前回ね結構ねそれ体験したけどね、うん、時計っていうか時間の進み方がすごい早いんですよ、なぜか僕たちも見てて、うん、なんかこんなに時間が進むの早かったのかっていうのは感じますね。キングのカバーに入れたいですけど、もう現時点で、まあ、お二人ともまとまりは出てきているっていうような雰囲気はありますが、ちなみにその僕たちから見た左側のお部屋、あの左側で戦うと現状6連敗します。どれくらいの大きさで足がかかりそうですけど、今回は写真を全社、あの牢屋の社員に、はい、あのオンラインで展開して投票していただけるので、うん、写真の写り方とかも考慮する必要はまあなくはないですけども、うん、というところはありますが、そういったところもしっかりと加味して作らないと、よりこの残り数分で繰り広げられる小物の置き方の微調整というところですね、うん、普段から家具を見てる社員が判断するから、なおさらちゃんとしとかないと、いつもは余裕さしたけど気をつけないっすね。そうだね、なんかちょっと1分半ギリギリまで悩んでる状況ですよね、満足してない感じがあるんで、ちょっと若干ちょっと迷いがあるかもしれないね、うん、最後の仕上げっていうところ、ドライフラワーなども入れながらメリハリをつけていくと、はい、ミッツさんに関しても大きなアートが特徴的ですね。いいですね、はい、私アート置きたいと思ってるので、一人暮らしする大きいアートって難しいですよね。いや難しい、そう、はい、おもさん白い花瓶一つください、というところで残り1分となりました。でももうなんか余裕そうですね。そうですね、手で顔を仰ぎながら余裕の表情を見せていますが、熱くなりますよ、ね、対するミッツさんもそんなに焦りを見せず、うんうん、淡々と微調整を行えています
いつもこの時間帯はお二人とも戦っている二人はもうバタバタドタバタドンガラクシャンとなる傾向にはあるんですが、今回はしっかりと足を見通して協力しながら戦えてるんですかね。大丈夫かな、まあ、これはもう正直予想がつかないですが、残り10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、終了です。はい、手を止めてくださいね。お疲れ様でした。ありがとうございました。とてつもない集中力で、あっという間の15分間でしたが、お二人のお部屋の解説に移ろうと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかいつもより今日は時間が余裕がなさそうでしたね。なかったなかった、まあ、今回は穏やかくのカラーボックスということで、カラーボックスの使い方のコツも含めて、はい、お部屋の解説をお願いします。了解です、はい、あの新生活提案の部屋ってことで、比較的真似しやすいナチュラルのテイストでまとめてますっていうのと、あとカラーボックスですね。僕はあの2段重ねて、今回ヘッドのないベッドを使ったんで、ここにちょっとヘッドボード代わりでカラーボックス置いてます。例えば照明とか時計とか、あとまあスマホとかも置けると思いますし、まあ、生活しやすいというか、そんな感じで使えるように、このカラーボックスを今回は配置しております。テレビを置けないっていう縛りが今回あったので、テレビボードを置かずにもうそのままサイドボード、収納として使えるサイドボードを、このテイストに合わせて選んでます。最後のポイントとして、この僕いつもロイヤーベースとかで言ってるんですけど、この中央にはあまり物を置かず、窓に対して抜けを作ることで結構多分ね広く見えてるんじゃないかなと思うんで、そういったポイントがあって今回は家具を選んで配置をしております。横に置くだけでも、そのカラーボックス特有のなんかシルエットが全く違うものに変わるのに、実用性はめちゃめちゃ感じられて参考になるんじゃないかなと思いますが、今回は審査が変わるので、そうですね、読めないですね。そうなんですよ、だって写真で判断するんですよ ね、 そうですね、伝わるかどうかって、ね、そうそうそう、そこがちょっとね。みつさんも今回テーマのカラーボックス、はい、この使い方も含めて、うん、このお部屋の解説をお願いします、はい。カラーボックスに関しては横に2つ並べて、まあ、テレビ台のように縛りのやつが42インチ以上のテレビを置かないといけないっていう風になったんで、がっつりテレビ好きっ子部屋を作りました。まあ、バーサス企画のやついろいろと分析しまして、色味が入っているとやっぱり皆さん楽しいお部屋だなとかって思ってくれるのかなと思ったんで、今回はベースの家具に関しては彩色系にしながら、小物を結構カラフルにしてやってます。7畳っていうやっぱり限られたスペースなんで、なるべく背は低いもの、あとはベッドだけっていう、かなり配置としてはシンプルな感じにしてます。ちょっと取り入れたのがこの姿鏡、やっぱり姿鏡なんですけど、服装とかもチェックしたい、プラスこれがあることでちょっと部屋の中も広く感じられるアクセントになるものだなと思ったんで、ダッシュで最後持ってきてつけたっていう感じです。確かにシンプルなんですけど、うんうん、まあ、小物とか色使いとかの感じでここまで仕上げられると、はい、ティーチャーに対して大金星になるかっていうところではありますが審査に移っていきましょう。今回から審査の方法が一新しており、ロイヤー社員のオンライン投票で行われるんですけども、はい、今まさに投票が行われています。 はい、私も今からしようかなと。ちょうどアンケートの画面を開いていると、はい、じゃあ入れます私。はい、はい、本当に入れた。それでは結果発表に行ってみましょう。どうぞ。結果発表、先ほど投票の集計が終了しました。はい、ちょっと静かになりすぎじゃないですか。はい、ただ今結果が記されたタブレットをいただきました。おお、それでは結果を発表します。はい、カラーボックスを使ってよりおしゃれにスタイリングされた新生活にぴったりのお部屋は、木下さんのスタイリングか、それともみつさんのスタイリングか。びっくりした、びっくりした俺かと思った木下さん45票、みつさん43票ということで、木下さんの勝利です。おめでとうございます。
端な僅差だ。めっちゃ僅差。デッドヒートですね。ということでおめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか今回の勝負。いや本気で負けると思ってました。直前までずっと言ってましたもんね。絶対負けると思ったんでちょっとびっくりしてます。そっちの方が強い。2点差で勝利ということで、はい、なんとか先輩の以上守れましたと、はい、よかったです。はい、おめでとうございます。そしてい、いや2票ね、もうちょっとだった。わずかわずか届かずという感じでしたが、いかがでしたか。いやだけど思った以上に勝負できてよかったです、はい、社員から選んだ理由もいただいてまして、まず木下さんのお部屋ですね、はい、カラーボックスをベッドの宮のように使われているのか、そんな置き方もあるのかと勉強になりました、うん、はい、まあ、カラーボックスとミラーの裏に収納できるこのカット、うん、シェルフと収納力も高いので、あの物が多くても困らないように見えたね、見てくれてる。でミッツさんですね、でお部屋で過ごすイメージがしやすい家具の配置だったとか、うん、はい、テレビ台として使用していて物も取りやすいし見せる収納として楽しめる、カラー使いの感じが好きでしたと。あ、狙い通り、よかったです分析通りしかっちゃんは今回いかがでしたか、はい、めっちゃくちゃ悩んだんですけど、はい、私はちなみに A の方に入れました。 A というのは、まあ木下さんのお部屋ですね。ありがとうございます、はい、あ理由がありまして、はい、あの色がすごく木下さんのお部屋が好みだったんですけど、はい、配置はミッツさんのお部屋がすごく好きだったので木下さんのお部屋にテレビを置こうと思いました。私はもう一票がそうですね分かれたと確かにそういうことだ ね、 そうだよね、はい、これの、そうなんだね、これの一票がミッツさんに入ったら同点だったっていう確かに、はい、ということで最後にタジーさんから2人の総評をいただきます。そうそう、3つの分はあの方はですね、さっきあのコメント出ましたけどちょっとイメージしやすいんですよ、取り組みやすいレイアウトで、あとは色使い、新生活ってことで、まあ、一応春先ね、あの移動したりとか引っ越したりとかする方、まあ、そこも加味した上で結構明るさを出してるとか、カラーボックスの使い方も一応テレビボードで、あれも、耐荷重も、横にすることで強度増すので、まあいう使い方も参考になるかなと思ってます。で、かたやの木下の分なんですけど、まあ、まあ、ティーチャーなんで、通常の YouTube のね、あのお部屋作りとかでもそうなんですけど、はい、空間こうなんて抜ける感じ、基本挑戦しないけど、この壁と壁の方に、両方つけて空間を広げるっていうやり方は、これやっぱ参考になるので、うん、カラーボックス、あの宮遣いというか、はい、2人ともやっぱり使い方が違うので、うん、いっぱい参考になったんじゃないかと思っております。はい、まあ、というわけで新生活コーデということで、まあ、これからの新生活にぜひ落とし込んでチャレンジしていただければと思います。今回使用しているアイテム、カラーボックス含めて全て概要欄に記載しているのでリンクを飛んで確認していただければと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ